ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、大変よ。お、なんだなんだ？私の好きだった芸能人が、最近見ないなぁと思ったら、セクシー女優としてデビューしてるんですって。しかも、無敵になるとか、わけのわからないことを言ってるのよ。おそらく、それは無敵になるんじゃなくて、無敵という、芸能人を起用するピンクビデオのメーカーだ。ということで今回は、芸能界から消えた無敵デビュー芸能人についてじっくり解説する。それでは、ゆっくりしていってね。まずは、無敵がどういう会社なのかについて見ていこう。無敵は、株式会社ウィルという、映像メーカーの傘下なんだ。芸能人しかキャスティングしませんというキャッチフレーズで、女優や歌手、グラビアアイドルなどの芸能人経験のある人たちのみを起用しているぞ。芸能人専門って、すごいわね。私の知っている人はいるかしら？これから何人か紹介するので、もしかしたら知っている人もいるかもな。一人目は、元プロスノーボーダーだったものの、何かとお騒がせなイマイメロさんだ。え？いきなり超有名アスリートじゃない。この人、セクシー女優だったの？そうだ。今井さんは世界最年少12歳の若さでプロスノーボーダーとなり、世界ランク1位にもなったことがある。父親はスノーボードコーチ、兄弟もスポーツ選手という家庭で育ったんだ。子供の頃からキラキラ輝いていたのね。かなり環境に恵まれているように見えるけど？他人から見ればそう感じるかもしれないが、今井さんは今井さんでかなり苦労していた。もともと、アスリートになりたかったのは父親の方であり、手を挙げるなど厳しい指導のもとスノーボードをしていたので、今井さんは15歳の頃から家出を繰り返し、自ら児童養護施設に入所したという。それはよっぽどね。今井さんからすると、スノーボードはとても辛い思い出なのかもしれないわね。高校にも進学せず、スノーボード一色だった今井さんはどんどん結果を出し、17歳頃にはスポンサーから毎月60万円の給料と、300万円のボーナスを支給されていた。そのため、今井さんは豪遊しまくっていたのだが、ある時男子高校生3人に襲われてしまう。それって、今井さんは、これが初体験だったそうだ。2006年にはトリノオリンピックの出場権を獲得したのだが、結果は予選敗退してしまい、これがきっかけで1年ほど引きこもり生活をすることとなる。スポーツって、いつでもいい結果が出せるとは限らないけど、世界ランク1位にまで上り詰めた今井さんからすると、かなりショックだったんじゃないかしら？そこから今井さんは、キャバクラに勤務するようになり、ホスト遊びを覚えてしまった。ホストには500万円ほどつぎ込み、友人が結婚するときはたくさんご祝儀を出そうと、性的サービスの仕事を3日間行い、15万円を包んだそうだ。いやすごいんだけど、ご祝儀のためにそこまでする必要はあったの？どうやら友人から、ご祝儀は期待していると言われたことがプレッシャーになったようだ。それから今井さんは2回結婚して、それぞれ父親の違う子供を2人出産した。そして2017年5月、29歳の時に、無敵からデビューを果たしたんだ。それまでの人生が濃すぎて、セクシー女優だったことを忘れてたわ。よく、アスリートって引退した後、タレントとかに転身する人が多いのに。なぜ今井さんはセクシー女優の道を選んだの？今井さんは2008年にイメージビデオをリリースしたり、宝塚出身の女優、天海祐希さんに憧れて女優に転身したいと思ったものの、なかなか注目されず、女優のオファーもほとんどない状態だったんだよ。天海さんという大女優を、目標と言ってしまったことで、勘違いするなと大バッシングにもあってしまった。目標にするくらい、別にいいじゃない。今井さんは生活保護費を受給しながら、それを整形手術の費用に当ててしまったり、いけないお薬を使っているのではないかという疑惑も多々あったので、だからこそ、調子に乗るなと言われる結果になってしまったというわけなんだぜ。なるほどね。それで、今もセクシー女優として無敵から作品を出しているの？いや、2作品ほどリリースしたものの、現在はタレント活動が中心のようだな。お子さんの一人を施設に預けてしまったりと、まだまだお騒がせなところのある人だが、どうか心穏やかに過ごせていることを祈るんだぜ。二人目はアイドルデュオ、ウィンクの鈴木幸子さんだ。え？あの寂しい熱帯魚を歌ったウィンク？そうだぞ。ウィンクは1988年にデビューし、多くの CD をリリースしている。
だが、鈴木さんは繊細な人で、急激に売れた頃、一度失踪しているんだぜ。失踪とは、穏やかじゃないわね。鈴木さんは1989年、日本のテレビ番組に出演する予定だったのだが、環境の激変に耐えかねて、相方の相田翔子さんに、本当にごめんねという置き手紙を残し、姿を消したんだ。相田さんも、相当びっくりしたでしょうね。鈴木さんは、失踪してどこへ行ってしまったの？茨城県にある、自家所有の山小屋にいたそうだ。すぐに帰ってきたものの、この失踪は隠し通されて、テレビ番組も、風邪で欠席したということになっている。そりゃ、ファンや関係者に多大な心配と迷惑がかかるから、伏せるかもしれないわね。そして2009年、鈴木さんは40歳にして、無敵からデビューを果たした。ところが、鈴木さんとしてはセクシー女優になったつもりは全くないというぞ。え？どういうこと？後に鈴木さんが週刊誌のインタビューに語ったところによると、ドラマに絡みのシーンがあるだけだと聞いていたのに、蓋を開けると全編絡みのシーンばかりだった。それでも一度引き受けた仕事なので、最後までやり通すことにしたとのことだ。よく、ピンクビデオは騙されてデビューしてしまう人が多いとは聞くけれど、鈴木さんほどのキャリアのある芸能人が、知らなかったなんてことあるのかしら。ちょっと疑問が残るよな。100歩譲って撮影してしまったとしても、DVD のリリースを差し止めすることもできると思う。そうよねー。所属事務所やマネージャーだって、そういう仕事なら本人に確認するでしょうに。実は、鈴木さんはかなり所属事務所を変えているので、もしかしたら事務所やマネージャーを通さず、自分で引き受けた仕事だったのかもしれない。事務所側も、何でもいいかと思って仕事を引き受けた結果、ピンクビデオだった可能性もなくはない。それでも、40歳の鈴木さんが決めたことならいいとは思うけど、セクシー女優としてデビュー後、鈴木さんはどのくらい活躍したの？出演作品は1本だけだ。じゃあ、今は何をしているの？2022年、都内で介護士として働いていると本人が発表したぞ。すごい。私、応援するわ。まあ、1年で辞めたがな。そう。他にも、鈴木さんは浮気をしたとか金銭トラブルがあるとか、悪い噂の絶えない人でもある。相田さんとは今も連絡を取り合う仲とのことなので、いつかまた二人で歌ってほしいな。三人目は、アイドルグループ、AKB48 で、初のセクシー女優となった中西里奈さんだ。AKB で？プロデューサーの秋元康さんが、よく許したわねー。秋元さんがどう思っているかはわからないが、当時、中西さんはかなり批判されたぞ。なぜならば、この時の中西さんは、持病の腰痛のためという理由で、芸能活動を休止していたのだが、その19日後にセクシー女優デビューが発表されたからな。なんだろう、この裏切り者感は。純粋にアイドルとしての中西さんを応援していた人の中には、そう思う人がいてもおかしくない。だが、AKB のメンバーだったという経歴は伏せつつも、誰なのかは完全にわかる状態で、2010年に山口莉子という名前でデビューした。AKB は小さな子供にも人気だったから、確かに大々的に過去は明かせないわよね。今まで紹介された二人は、セクシー女優としてそんなに売れていない感じだけど、中西さんはどうだったの？1万本売れればヒットと言われるピンクビデオの世界で、わずか1ヶ月で8万本を売り上げたぞ。中西さんが、いかにセクシー女優として注目されていたかがよくわかるな。この人気、AKB 時代に気づきたかったでしょうねー。そうだな。ちなみに、同姓同名のマジシャンである中西里奈さんとは別人だぞ。漢字まで一緒だと、間違えちゃいそうね。セクシー女優として人気を得た山口莉子さんは、今どうしているの？2012年に引退しているぞ。その後、結婚して子供も出産している。ちなみに、2011年に別のメーカーから、セクシー女優デビューを果たした、山口莉子さんは実の妹だ。はぁ？ピンクビデオで、姉妹共演も果たしているので、なかなかすごいと思うぞ。親は賛成しているのかしら？どうだろうな。リクさんも2012年に引退しており、情報によると、二人の作品はネット上から削除されているようだ。今は一般人として幸せに暮らしているのなら、それはそれでいいと思うんだぜ。そうよね。デビューした過去は消せないけど、今が幸せならそれでいいわ。4人目は、セクシー女優デビュー発表の10分前に親に報告し、
絶縁された元 SKE48 の三上由愛さんだ。親の反応がめっちゃ気になるのですが。え、嘘でしょ？辞められないの？と言われたそうだ。それでも三上さんは、辞める気ないからと言い、およそ3ヶ月ほど絶縁状態だったらしいぞ。意外と短いな。でも、三上さんの名前って、いろんなところで聞かない？2015年にセクシー女優として大人気になって以降、モデルなどの活動もしているからな。むしろ、ずっとアイドル活動をしているよりも、人気を得たんじゃないかとすら思うぞ。なぜ、三上さんはアイドルを辞めてまでセクシー女優になったの？三上さんは本名を、鬼頭桃奈さんというのだが、アイドル時代はかなりの問題児だったんだ。彼女は SNS の裏垢で、SKE というグループがひたすら気持ち悪いだの。前にめっちゃ気持ち悪い奴がいると思ったらファンだった、などと書き込み。それらが流出したんだぜ。アイドルはかなりストレスが溜まる職業かもしれないけど、なんでわざわざネットに書き込むのよ。これ、かなり炎上したんじゃないの？大炎上したぞ。メンバーやファンの悪口を、裏垢を取得して書き込むなんて最低とか、人としてクズすぎるとか、一生懸命やってるメンバーに失礼などと書き込まれた。極めつきは、元ジャニーズの手越龍也さんと、泥酔状態でチッチュしている写真が、週刊誌で報じられたことが決定だとなったんだ。鬼頭さんだった頃は、いろいろとやらかしてるわね。本人はセクシー女優になった理由を、また日の目を浴びれるチャンスはこれしかなかったと語っている。そして三上さんは見事人気女優の地位を築き、2023年に引退した。現在は YouTuber やタレント活動も行っているので、まだまだ三上さんの活躍を見ることができるぞ。過去のやらかしを糧に、成功した数少ないセクシー女優だと思うわ。これからも自分のやりたいことをして、輝き続けてほしいわね。霊夢、今回の話はどうだった？みんな、セクシー女優になった理由は様々だったけど、一大決心して脱ぐことにしたのに、必ずしも売れるわけじゃないとわかったわ。そうだな。今、ピンクビデオの世界はとても厳しくて、かなり容姿が重視されている。芸能人という肩書きがあってもうまくいくとは限らないので、本当に厳しい世界なんだぜ。せっかく注目されても、すぐに辞めてしまう人もいるものね。ああ、普通の芸能界だって、いつ人気がなくなるかわからない世界でもあるが、セクシー女優はかなり寿命が短い職種だ。だから、どうか人気者になりたい、注目されたい、お金を稼ぎたいという理由で、安直に踏み込まないことをお勧めするぞ。そうよね。脱ぐということを簡単に考えない方がいいと思うわ。山口莉子さんや莉子さんのように、作品を削除してもらうこともできるが、一度作品がリリースされた以上、購入した人は DVD を持っているし、レンタルなどで見た人の記憶は消せない。もしもセクシー女優の世界に憧れを持っている人がいたら、様々なリスクを考慮した上で決断してほしいんだぜ。それでは、今回の解説はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。